どれにしますか?こんな感じです。頑張ってくださいね。 つまらぬものよ。
特別な依頼が来てますけど、これですか？どれにしますか？よろしくお願いします。 まだ出てきて。切り開く。打ち破る。まだまだ。心配かけてごめんね。よっ。
ねえねえ、お仕事終わった？はあ、大体はな。やったー！じゃあまた剣術教えてよ。教会前で待ってるからね。少しだけだぞ。うん。うん。遊び相手もローランの仕事の一つだったらしい。俺は剣を教えるくらいしかできないが。大変だね。まあ悪い気はしない。士気も順調に集まってきましたし、この調子で頑張りましょう。ああ、かなり古い手記だ。
これでもっと難しい依頼も受けられるな。俺にできることならば何でもやろう。役に立つはず。鍵がいるみたいね。話を聞こう。大抵の獲物は作れるな。どれを強化するんだ。禁断の秘技を使う。行こう。任せておけ。成功だ。姫と力を解放する。禁断の秘技を使う。姫と力を解放する。禁断の秘技を、さらなる道が開けた。任せておけ。よし。目指すは最強。手入れを怠るなよ。使えるはず。よし。無意にしてなさざるはなし。これでまた強くなれる。
かってるよ。どうだい？ざっとこんなもんだぜ。それやった。ありがとうございます。どうも。どれにしますか？この依頼を受けますか？よろしくお願いします。こんにちは。良い一日を。切り開く。さらば。見えた。
真理の道も一歩から。ついてこい。容赦はせんぞ。
する。仕留める。骨も残さん。ふん。エールくせよ。ふん。消し止め。行くぞ。思い知れ。生きた。思い知れ。せよ。消し止め。紅に染まれ。竹木本社まだ。どけ。さて、仕事の時間だ。まあ、こんなとこか。異物を手に入れたらまた来てくれ。それで。さて。お、やる。いたな。無意にしてなさざるはなし。ざっとこんなもんです。ちょっとだけでいいから見てちょうだい。どうも、これですか？どうです？受けます。いってらっしゃい。またどうぞ。
さん。迷宮打ち破る。戦略お願い。かわせませんよ。フェリちゃんって無知が似合うわね。ああ、しつけをするのに最適なんだ。歌え。我が刃よ。一本さらば。こっち。無造無造。切り捨て。次こそ。やばそうな攻撃が来そうだぜ。わかった。ご褒美だ。そら、これはどうだ。邪魔。それ届いた。いい調子。ごめん。切り捨てごめん。気をついた。ここだね。任せてくれ。いい流れだ、みんな。頼りにしているわ。次に備えるぞ。これはどうか。切り開く。打ち破る。カグラのごとく。切れるぞ。前。目にもの見せてやる。そこ。いざ。一位精神に前。誇張時、絶滅か。一気に攻める。刃に語る。真実を切り出す。打ち砕こう。迷宮さらまだか。団長、ここで決めるね。極めて剣力態度。我が決意。これが私のおかげだ。少々待った。宝物無限我が決意
歌え。一戦。リフトを持ったら、こっち。奪い取る。任せるぞ。合わせて。見てみろ。いいぞ。次もこの調子だ。ああ、力を貸す。はじろ。切り開く。打ち破る。そこ。舞い踊りなさい。これでおしまい。さようなら。フェルちゃん、一気に攻める。ここで決めるね。ひらめけ、ケイオスサイド。これが私たちの力だ。みんなのおかげだよ。まだまだ。挽回しましょう。これくらい平気だよ。これはどうだ。ミットを持ったら私に続く。今こそ好機。無造無造切り捨て走る。よっ、宝物無限、切り捨てごめん。まだまだ。よいしょ。燃え尽きなさい。もらった。終わりだ。みんなが必要だ。奪い取る。舞い踊りなさい。お仕置きの時間だ。わが出過ぎ。みんなだ。さすがだ。ああ次もあるわ。刹みてえだな。いい戦いっぷりだったぜ。うん、うん、これは貴重ね。いい感じね。だっ、消えよ。せっ、見え、舞い散りなさが遠くで俺を見ているような。俺を見ているのはオルタ。いい投資。いらっしゃい。寺院の強化ですね。いらっしゃいませ。冒険で手に入れたトレジャーとアイテムの交換ができちゃいます。毎度どうも。またごひいきに。ご用件はこれですか。この依頼を受けますか。
頑張ってくださいね。水の低きにつくのごとし名手を打ち破ってくれ。ここだ。続くわ。見送りなのぞ。みんな気を抜くなよ。分かったな。分かっている。そっちこの町無限に頑張っ。
追撃しろ。全員で攻め込め。はい、激しく行くぞ。我が刃無双無双聞き捨て。役立てください。ありがとうございました。
気空師さんですね。どんな武器でも作れますが。お任せください。目指すは最師匠直伝の秘めた力を解放します。お任せください。悪くないでしょう。師匠直伝の技をお気をつけて。どうも、これですか？この依頼を受けますか？行ってらっしゃい。怒られるのは厄介だな。
切り捨てごめん。
心配かけてごめんね。私たちは甘くないぞ。いや、遅く。真晩春。傷つけ。任せるぞ。任せる。我が手。歌え。打ちつける。おとなしくして。我が刃よ、舞い散りなさい。ふっ、切り捨てごめん。フーディ、死にたらく。いや、けりゃ。このまま許す。気をつけろよ。警戒しよう。やっ、よっ、来て。切り捨てる。これで隙だらけ。真の万象キリフィア我が手次ぎ、頼んだ。いなくない。いい連携だ。危険度将来、これでおしまい。さようなら。フェルちゃん、一気に攻める。そこ、これが私たちの打ち砕こう。団長、ここで決めるね。ひらめけ、ゲイオスサイド。無造無造、これが私たちの力だ。みんなのおかげだよ。ごめん、まだ早い。合わせて。気を分かりました。頼もしいわね。それほどでもない。捕らえた。メイクの施設、さらに遅い。任せろ。行ってだ。まだ。次もみんなで力を合わせましょう。心配はいらない。また一刀を持って切り打ち破り。両断。やった。そこ。無理しないで。お願いしましょう。これくらい平気だよ。恐れてみろ。やっ。いざ、一位先進に前。誇張時、絶滅感。宝物無限。我が決議。離島もさらに。ひるひる、打ち破り、畳みかける。出てみせます。だまだ。みんなのおかげで、ね、そうだな。うん、あ、分かった。戦月、蹂躙しろ。みんな、行け。これが私たちの戦いことだ。そこ、真の番手。打ち砕こう。メイクの指数。団長、ここで決めるね。今のうちに次の手を。まだ来年のエラリケート。いい息ぴったりだな。終わったみてえだな。いい戦いっぷりだったぜ。いい感じね。これは貴重ね。うん、うん、よっ、はっ、はっ。
の向きは何でしょう。ふっふっふう、シェロちゃん秘蔵のお楽しみ券をご希望今ならなかなかお目にかかれない一品もありますよ。はい、どうぞ。またごひいきに。やった。依頼をご覧になりますか。いかがでしょう。この依頼を受けますか。どうかご無事で。
ありがとう、団長ちゃん。マグマに入っちまったな。大丈夫か。ふっと、キル。セブン。そら、くらえ、くらえ。まだまだ、ナルメヤがいてくれて心強いよ。もっと頼ってくれてもいいんだからね。よっ。だ。切り捨てごめん。奪い取る。終わりだ。伊藤のさらいいよ。来て、参る。これでやった。今のは良かったよ。この調子。そうだな。よっ。よっ。まだまだ。よっ。そこ。仕掛けてくれ。見えた。ここだね。我が決定だ。ええ。ああ、そうだ。息ぴったりね。一刀持って切り打ち破る。こっち。激しくいくぞ。にゃあ。そこ。かぐ。や。や。ごめん。見え。合わせて。わかりました。これで切り捨てる。さあ、ここからよ。はい。ファンシー一斉。誇張時、雪月湖。フェルちゃん、一気に攻める。前知りなさい。これが私たちの戦い方だ。いざ。切り開く。さらに、まだ挟みかける。そこ。よーやあ。切り抜け。ええ、ただでは終わらせない。この顔を引きろ。一気に行くよ。うん、みんなついてきて。我が刃すべて。はあ。ここに行くよ。よっ。まだまだ。おとなしくして。そこ。一刀もここで決めるか。今こそ後期。あ。勝ったよ。ここで決めるか。真の万象。我が敵に。これで。いや、走る。気にはさせぬ。一戦強末無限逃すな。そこ名人さらば。次こそ全てを捨てた。仕掛け見えた。ここだな。いい流れだ。みんな頼りにしていいわ。切り捨てごめん。この調子で行くぞ。そこ、ここ切り開いて、もらった。マイル。フェリちゃんって、無知が似合うわね。落ちろ。お前たちは幽霊なのか。いや、心強いだろ。次も任せてくれ。真の万象、切り捨て。激しくいくぞ。一刀もつからず、まだまだ。わが実技。ほら、壊せたな。すごい。いや、これ決めよう。お姉ちゃんに任せて。みんな、頼りになるな。ファンシー一斉。誇張時、絶月湖。フェルちゃん、一気に攻める。そこ、これが私たちの戦い方だ。打ち破り。いざ。両断した。邪魔。歌え。私も続くよ。切り捨てごめん。ひらめけ、ケイオスサイド。引かねば切る。ええ、ただでは終わらせない。このまま押し切ろう。一気に行くよ。よっ。一刀持って切り捨てる。まだまだ。行くぞ。目にも見せてやる。よっ。キルインテラブルミッサー。そこ、出番だ。ここで仕掛けよう。わが実技。見える。刹那舞い散りなさい。激しくいくよ。戦月目にもも見せてやる。メイクさらやってんじゃねえぞ。見切ってみせる。よっ。そこ。次こそ刃に囲んで。ここからだ。
前のはアストライオスとしての記録だったが、さて、依頼完了ですね。今回もご協力ありがとうございました。ああ、他に依頼はないか。ないこともないですが、おせっかいと思われるかもしれませんが、今日はもう休まれてはいかがでしょう。皆さんのご協力には感謝しています。おかげであれだけあった厄介事もだいぶ減ってきましたから。
だとよ、イド。そういうわけで、たまにはどうだ？仕事上がりの一杯付き合えよ。いや、すまない。へへ、また振られちまったぜ。しかしお前さん、これで結構とっつきやすくはなってきたよな。そうね。以前に比べたら、ずいぶん人と話すのも慣れたんじゃない？そうか。だとしたら、みんなのおかげだな。何気に謙虚なところもあるのよね。あとはもう少し愛想が良かったらいいんだけど。うん、まあいいじゃねえか。真面目に便利屋の仕事こなして、だんだんと信頼を得てきてるんですよ。よかった、みんなここにいてくれたか。何か急用か？いつも察しが良くて助かるよ、イド。こちらはシードホルムの兵隊長さんだ。みんなの活躍を聞いてはるばるやってきたそうだ。君たちにしか頼めない依頼があるとかで。シードホルムを救った英雄と会えて光栄だ。それに君が井戸だな。かつて我々とも剣を交えた教団の主会リリスの懐刀。そうだ。あ、でもそれは。そして彼ら気空団と共に戦い、リリスの強行を食い止めた。今は戦火に巻き込まれたシードホルムの住人のため奔走してくれてもいる。そうだな。ああ、いずれ君には詳しく話を聞きたいと思っているが、今はいい。まずは要件に移らせてもらいたい。シードホルム城の上空に現れた塔のことはよく知ってると思う。教団が活動を終えた後もあの巨大な塔は残されたままだった。警戒監視を続けていたのだが、少なくとも現状ではあれ自体に何らかの力はなく、浮遊する岩と同じようなものだと結論が出た。はい、核となっていた聖少獣ももういないはずですから。そこで先日より現地に直接立ち入っての探査が開始された。中では人の影のような魔物が確認されてな。ほとんどは我々でも対処可能だったが、一体だけ異様な雰囲気の影がいたのだ。異様な影。蹴押されるという感覚を初めて味わったよ。あれは我々の手に負える相手ではない。幸い塔から出てくる様子はないが、だが万が一に備えるのも我々の仕事だ。なんとか退けることはできないかと考え、君たちの元に伺った次第だ。行こう、イド。もちろんだ。教団の不始末は俺がつける。ありがとう、感謝する。難題を任せる以上、依頼という形で報酬も弾ませてもらおう。準備ができたら早速現地へ向かってくれ。頼んだぞ。よし。これなら。君しかどれ、見せてみろ。
また来い。いただきます。なあ、今回の依頼も荒れそうだな。用心しろよ。何度来ても不気味だよな。ここ同感だわ。早く終わらせて早く帰りましょう。何か嫌がるぜ。あいつらが依頼にあった妙な影か。いや違うんじゃないか。異様な影は一体だけと聞いているが。ケチラッソ。みんながいるとき心強いな。うん、息ぴったりだった。次も頑張ろっと。やっこの手だ。かける。もっとだ。見えた。決まった。待って。なんかこいつら増えてきてない？邪魔だな。すべて消え。やっ。消える。押し込む。やっ。ごめん。先に進むぞ。井戸さん、なんだか元気ないみたいですけど。ここへ来ると思い出してしまう、リリスのことを。あなたは特にそうでしょうね。すまない、俺は大丈夫だから心配はしないでくれ。井戸さん。
チェ。お役に立ちいい感じね。まずいぞ、ハサミ打ちだ。今だ、お前たち。ない。頼んだ。かまわせ。おせっかいかもしれねえが、気負いすぎんじゃねえぞ。問題ない。お前たちのおせっかいは今に始まったことじゃない。切り開く。そこ戦撃。カグラマイ。合わせて。任せてくれ。ごめん。みんなすごいな。よいしょ。それ。次も合わせてみせる。進むぞ。うん。やいばい、まだまだ。何かな？無造無造切り捨て。続け。分かってやる。お前たちは幽霊なのか。邪魔。心強いだろ。期待に応える。次も任せてくれ。そこ任せたよ。あわきよ。任せろ。まだ油断できない。期待には応える。そうね。妙な気配を感じるわ。何か得体の知れない。確かに重苦しい空気だ。おい、あの影って井戸じゃねえか。俺の影、一体何がどうなっている。わからないが、敵意があるのは確かだ。ここは応戦するしかない。
狙え。承知。全員で攻め込め。舞い踊りなさい。走れ。我の刃、我の決意。舞い。三死一生。誇張人。何なんだこいつは。この塔の防衛機能のようなもの。無双無双。クラファンの影を作り出した時のように未来の異様な影はおそらくこいつだ。ならば始末する。やりづれな。最初二度が構わないなら手伝うぜ。キリ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 キ名教師すぎそこにゃん宝物無限消えよ私に続いてやるぞ今こそ後期我の刃の真の万象きっついていい感じね気にはさせない慎重に行くと潮待つ無限マジプレッシャーだおいおいあの技は回避に専念してくれ長くは続かない知ってら切り開け以前戦った時を思い出すごめんね。
そこ。任せて、ルリアちゃん。
係だった。次もこの調子で行こうか。激しく行くぞ。やるぞ。無理はしないで。まだまだ。やいば。揺るがよ。気がする。破壊の竜の力との向き合い方、今の俺ならできることが何かあるはずだと。例の魔物を退けてくれたそうだな。シードホルムを代表して感謝を。君たちがいてくれて助かった。俺たちも力になれてよかった。困ったことがあったらいつでも呼んでくれ。そうね、塔は残ったままだからまた何かが居座る可能性だってありそうだし。分かった、我々も警戒しておこう。有事の際は頼らせてくれ。では私はシードホルムへ戻る。今後ともよろしく頼む。俺を連行しないの？井戸さん、君は人々の利のために日々奔走している町の便利屋だ。なぜ連行する必要が？いや、だが俺は。ああ、教団事件の重要参考人としていずれ事情を伺いたいところではあるな。時期が来たら改めて。そうだな、世話になっている客人として招かせてもらった時にでも頼む。ありがとう。礼を言うのはこちらさ。では失礼する。いやー、さすがだな。兵隊さんが手も足も出ないような魔物をあっさり追い払っちまうなんて。やれることをやっただけだ。あんたは謙遜癖があるな。少しぐらいは誇ってくれていいんだぞ。俺だけじゃない、今じゃみんな感謝してる。あれだけ多くの依頼をこなしてくれたんだろうな。いや、だが俺は。おい、イド、こういう時は素直に喜んでおきゃいいんだよ。役に立てたなら幸いだ。だがローランの代わりには慣れていない。いちいち比べなさんな。ローランさんはローランさん、あんたはあんただ。そうだろ？ルリアにも似たようなことを言われたな。はい、井戸さんは井戸さんですから。はあ、分かった。俺は俺か。これからも頼む。違うんじゃない？こういう時はなんて言うの？そうだったな。便利屋井戸にお任せあれ。受けられる依頼が増えたぜ。ああ、どんな依頼もこなしてみせよう。